エイミー・デビッドソンはアメリカ合衆国の女優。ABC のシットコム、パパには秘密のケリー・ミシェル・ヘネシー役として知られている。エイミーはアリゾナ州フェニックスに生まれ、シャドー・マウンテン高校を卒業した。エイミーはコマーシャルの仕事をはじめ、演技コーチのジェイン・ホーラーの勧めで、カリフォルニア州ロサンゼルスへ移り、ABC ファミリーのシットコム、二人はお年頃に出演した。 また、エイミーは CBS のドラマ、ジャジング、エイミーやフォックス放送のシットコム、マルコム・イン・ザ・ミドルにゲスト出演し、映画、ザ・トゥルース・アバウト・ジェーンにも出演した。2005年には、ホールマーク・チャンネルの映画、アニーズ・ポイントで、ベティ・ホワイトや、リチャード・トーマスと共演した。エイミーは2008年公開の映画、ギ・バンドで、正当派の女性を演じ、 また、ナターシャリオンやトバ・フェルドシャー、ディーン・エドワーズ、ティバー、フェルドマン、クリス・ジャットと共演した。パパには、秘密でデビットソンが演じたケリー・ミシェル・ヘネシーは、ブリジットの妹という設定だが、実際のデビットソンは、ブリジット役のケーリー・クオコより6歳年上である。2010年に、プロデューサーのケイシー・ロックウッドと結婚。2016年に第一子となる男児を出産した。 ありがとうございます。